こんにちは神戸大学の小川です。えー、今日はマーケティングの基礎について、えー、このシリーズでお話していきたいと思います。まずあのこの講義で目指すものなんですけれども1、まあ、つ目がですね、えー、マーケティングの基礎。マーケティングの基礎っていうのは何かっていうとあの、まあ、本屋さんに行くとたくさんマーケティングの教科書を本当に所狭しと売られてるんですけれども。 おーそのどの教科書にも書いてあることを、まあ、きちんとその基礎知識を学ぶというのが1つ目ですね。で2つ目なんですけれども、まあ、あのテクニックといいますかあいろんな理論とかあいろんなその数式みたいな話も、まあ、マーケティングの分野にはいくつもあるんですけれどもおそういったものではなくて えー、基本的にはこのマーケティングの現象の背後にあるう基礎的なあの本質的なあの部分につ焦点を当てて、えー、理解したっていうのは2つ目ですね3つ目なんですけれどもお基本的にはあのこのお話っていうのはあこれまでマーケティングについて、えー、全くあるいはほとんどあの勉強したことがないっていう方向けに、えー、お話をするんですけれどもマーケティングも10年やってるとかあそういった方にとっても あのふとですねなんかこう自分の,その原点みたいなものを確認したい時にあの、まあ、戻ってくるべきそういったあの基本中の基本本質中の本質について、えー、お話して理解したというのをもう目指したいなというふうに思っています。 この,あの動画はですね、えー、全部で3つのパーツに分かれてるんですけれども、今回はその中で、まず1つ目ですね、マーケティングの原点ということについてお話していきたいと思います。でマーケティングの原点というのは何かっていうと、まあ、いろんな教科書をマーケティングしてあるんですけれども、まあさらっと書かれているけれども、実はその背後にはこういう前提があるんですよとか、こういう深い話があるんですよと。 いうところがありまして、えー、なかなか教科書だとお導入部分で、まあ、簡単にこう触れられすぎているので、えー、その,あの非常にあの本質的だと思う基礎的なところを、えー、基礎であればあるほど実はあのそれを組み合わせることで、えー、応用が効くっていうふうに、あのー、私なんかは思っているので、えー、そのおまあ 実はマーケティングの教科書の最初の方に書いてあるんだけれどももう少し本当は深く理解ししてててもらいたいといいいいいたたとととうことについてお話していきたいと思いますで中身なんですけれども、まあ、こういうふうに4つぐらいありまして「マーケティングとは顧客の創造であるとか使うお金は単なる費用ではない」とか「顧客の創造プラス需要の拡大再生産がマーケティングの仕事であるとか」「あるいは顧客満足が需要の拡大再生産のエンジンであるとか」ま「あ、こういうお話をこの後していきたいと思います」 であのマーケティングとはということなんですがあまあ、えー「もしドラ」あで、えー、有名になりました経営学者もな亡くなってますけれども20世紀を代表する経営学者のピーター・ドラッカーさんですね、えー、彼の「現代の経営」っていう本の中で、えー、こういうふうに書いてます。企業の目的として有効な定義は一つしかないと、えー、顧客の創造であるっていうわけですね。 でその顧客の創造ということについて会社には企業には2つの基本的機能があってそれがマーケティングとイノベーションであるというふうに言っているわけでしてつまりマーケティングっていうのはまさに顧客の創造をするっていうのがあの仕事なんだというのがこのドラッカーさんの言うところになります。で まあ、あの顧客の想像っていうふうに抽象的に言ってしまうとなかなかピンとこない人もいると思うので、えー、少しここで、えー、まあ質問をしてみたいと思うんですけれども、まあ、分かりやすいように言うと、まあ、私なんていうのは昭和生まれなんですけれどもお、まあ、ほとんどのこれを見ている大学生の方とかですね初心者の方っていうのは平成生まれの方が多いかと思うんですが今のこの平成の時代から見てですね昭和の時代にはあのそんな欲望なかったんだろうと。 あるいはそんな欲望を満たす製品はなかっただろうというようなあの製品を少し上げてみたいと思うんですがどうですかねあの、まあ、この会場で、えー、この話を聞かれている島内さん。はい、まあ,あのやはり携帯電話。携帯電話はそうですね1990年代につまり平和性になってからですね。 あのまあ、普及を爆発的にしたと思うんですけれども島内さんがあ携帯電話を生まれて初めてといいますか使い始めたのは何歳ぐらいの時ですかあるいはどれぐらいの時ですかえっと社会人のの年目の25歳の頃ですあなんかその携帯電話をその使うことによって、えー、一気に生活が変わったみたいなことはありましたか それでやっぱ人と連絡すごいしやすくなってこっちが家にいなくとも人の連絡が受けれるようになったっていうのは大きいつでもどこでも誰とでもダイレクトな話ができるっていうのが、まあ、携帯電話だと思うんですけど、はい、ちょっと横道にそれるんですけど、あのー、じゃあ大学時代、はい、例えば彼女に連絡をする時はどうされてましたか、はい、10時ぐらいいに電電話話を自宅にその時はもう携帯電話ないわけですよね ないですねそうされてたんですね時間を見計らって大体家にいそうな頃に電話をすると出るのはいつも彼女だったんですかお母さんが一番多いですねお母さん、えー、ああ私の友人なんかは、はい、あの好きになった彼女がいてで、まあ、デートを申し込むんですけど電話かけると大体出るのがですねお父さんなんですね であの今のように携帯電話あるいはスマホがあればダイレクトに本人に連絡取れるんですけども <laughs> 昔はその恋愛の第一歩がですねまずあのお父さんに気に入られることっていうね <laughs> ことだったわけでまああの携帯電話スマホの登場によって我々のんですか恋愛事情とかその生活環境もガラッと変わったっていう例ですよね。ね だまああの同じようなあの我々の生活が劇的に変わるとかすごく便利になった例を挙げていきたいと思うんですけども例えばまああのこの自動掃除機ですねまああのこれが出始めたのはおそらくこの10年くらいですかね、えー、自分が一生懸命汗水垂らして部屋を掃除しなくてもあの勝手に家の中掃除してくれると自分がいなくても部屋にいなくても 二日三日開けてても、まあ掃除はしてもらえるのかな、してもらえないのかな。<laughs> あの多分これからは、あのインターネット経由でしてもらえるようになると思うんですけども、こういうふうに。自分以外が、あしかも人でない人に、あの気兼ねなく掃除してもらうということが。まあできるようになったというのが、一つの例ですし、あるいは。もう共働きの家だと、まあ欠かせない。ですよね、もうあの、食べたものをこの中に入れておけば。 あ例えば夜に入れておけば朝にはきちんとおきれいになってでそのまままたご飯が食べれるという、あのーまあ、夢のようなかつての人からすればですね、あのー、機械で、まあ、これがあるおかげで随分、えー、と、あのー、家事に使う時間も節約されてるんじゃないかなというふうに思いますね。あるいははこれは何かっていうとうスマホの 3D、えー、っていう、まあ、あの人工知能を使ったアプリですけれどもこれあの面白いのはですねあの、まあ、いろんなことを聞けばですねちゃんと答えてくれるっていう、まあ、こんなの多分昭和の人が見たらですね、まあ、あのびっくりしてしまうと思うんですけれどもあのどれぐらい現役が広いかっていうとここにあの質問が「ダジャレを言ってください」って言ったら「冗談なんて知りません」っていうね <laughs> こんなダジャレまで言まってくれるっていう。まあ、あの 素晴らしいアプリが出てますけれども、こういうふうに、まあ、自分のデータとかをこうきちんとあの蓄積してもらったり、えー、世の中にある情報だったらそれを取ってきちんともうあのこういう人間的に答えてくれるみたいなそういう,ようなアプリっていうのもこれまでなくてですね、まあ、こういったこともあの実現できるようになっているとこれは、えー、今まで自分の中に、えー、あるなんて思ってなかった欲望を刺激して、えー、それを引きずり出してでしかも それを実現する機会をまあ購入してもらうさせてしまうっていうような顧客お客様の想像を実現した例だとといいいいうふうううふふににんじゃないかなかうう思いますまさにマーケティングというのはこういうふうに誰ものあるいはある人の欲望を刺激してそれを実現するそういう製品を生み出し買ってもらうという行為なんだというわけです。ちなみに ドラッガーさんはですねこの,あのマーケティング顧客の創造っていうことをするのはマーケティングとイノベーションで,でしかもこれ以外の企業の活動は単なる費用だというふうに、まあ、あの言ってるんですね。なのでマーケティングに使うお金っていうのはいつも顧客を創造しているかどうかっていうことを基準にあのきちんと使われているかどうかを評価するというのが2つ目のポイントになるわけでして。 えー、そのことを理解して、えー、いただくために少し例を話したいと思うんですけども、まあ、のここに単なる費用マーケティング支出ってバーサスって書いてありますけれども、えー、コンビニエンスストアこれはあ、まあ、昭和の時代1974年ぐらいをですね、えー、始まりにあの普及していったんですけれども初めはこの ここに出てセブンイレブンっていうふうにありますように時時時かかかからら朝のの夜まででしかあのコンビニって開いてなかったんですねでそれが今24時間営業になってるんですけれども、あのー、最近でもあったんですがあ少し例えばエネルギー光熱費の値段が上がったり、えー、不況になってくると夜に例えば夜の2時とか3時とかにその買い物に来るうそういうような人っていうのはいないあんまりいないので、えー、夜閉めた方が 効率的じゃないいかという,ふうに思ってそれこそシニア営業をやめるみたいな、あのー、コンビニもあったりするんですけれどもそういう人たちにとってはですねこの光熱費っていうのは、まあ、単なる費用なんですね少なければ少ないほどいいっていうふうに、まあ、考えて使ってる費用なんですけどもセブンイレブンはあその面でいうと24時間営業っていうのは大切だと思ったんですね。でなぜかというと いつもどんな夜でも空いてることがお客さんについていつ行っても空いてるっていう安心感を持たせて実はつけてることによって開いてることによってお客様の来店数が増えるっていうそういう効果があるんですね。なので光熱費がですねまあ費用なので深夜営業をやめるっていうふうにやってしまうと逆に。 行ったらひょっとしたら閉まってるかもしれないっていうお客様の心理が働いて全体のお客さんの数まで減ってしまうっていうことも起こってしまうわけですねという意味で、えー、実はこういうコンビニエンスストアなんかでいうと高熱費さえも単なる費用ではなくて、えー、顧客を創造するためのマーケティング支出なんだという考え方が大事なんだというのがあのこの例が教えてくれることですね ということで、えー、こ,こで、あのー、一つまとめますとマーケティングっていうのは顧客を創造する活動なんだということだということをここで、えー、まとめておきたいと思います。